今日は代官山の実家でのんびりしてたんですけどもね、やっぱ外の空気を吸うこととちょっと寒いんだけど歩いた方がいいなと思って今、そろそろ黄昏時を散歩しております。思うに車もスピードがいっぱい出てたりのんびりしたり信号で止まったり走り出したりしますけども、人生も考えてみたら10代の頃は早く二十歳になんねえかなとか早く大人になりたいなでまあ過ごしてきたり30代40代と年を数えてきました。ある方から聞いたんですけども、車のスピードと人生と似てるなって、10代は1年1年のスピードが時速10キロぐらいののんびりだったんです。で20代になると20キロぐらいになって、30代になると30キロぐらいのスピード、そして40代になると40キロ、50代になると50キロ、やがて来る私直沢呪文でやがて70歳言うと70キロぐらいのスピードになっちゃう。いや本当に人生、有限の生命、有限の時間は無駄にできないな、そんなことを思いました。皆さんは何歳ですか？時速何キロぐらいですか？じゃあ今日も明るく楽しく元気よく会いましょう。ありがとう。